今もう撮ってる、はい、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽屋北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは高松盆栽の里フェスタ2023です。はい、なかなか楽しいイベントも盛りだくさんでやってますんで、ぜひとも皆さんお越しくださいませ。はい、高松盆栽いろいろ今年もね、はい、行かせていただいて、まあ、今回最後にまた北谷さんのところへちょっと紹介させていただくということで、園の紹介もちょっと何かありましたらお願いします。はい、相も変わらずな雰囲気ではあるんですが、これね、ちなみにうちで一番いいもう門外不出、もう売らないと、とりあえず僕が死ぬまでも売らないとも決めてるんですけど、まあ、盆栽のね NFT 盆栽 NFT でねこう支援してもらうみたいな。そんな企画でもね使ってるんですが、もうちょっとしたら植木鉢もねいいのを作ってもらってたり、支援者のその支援金で作らさせていただいたり、まあ、針金掛けもねそのご支援でさせていただいて、まあ、どんどん綺麗になって、ゆくゆくはどっかの展示会に出せたらいいなみたいな。なるほど。はい、まだ動画出してないですけど、角山さんに僕がいた時にその鉢をもう見てます。あ、そうなんですね。はい、僕はまだ写真でしか見てないんですけど、はい、僕も実物見させていただいて、はい、これのオーダーメイドです。ちゃんとね角山さんをここにお招きしてちゃんと寸法を測ってもらっての鉢なんで、多分間違いないんじゃないかな。間違いないですよね、やっぱ。今丸鉢なんですけど、その作ってもらってるのは角鉢なんで、かなりガラッとね雰囲気が変わるんじゃないかなと楽しみにしてます。ちなみにその今ちょっと言ったその NFT で支援してくれてるっていうのは、まあクラウドファンディング的なもんなんですけど、はい、今大体ね50人ぐらいから50万円ぐらい支援いただいてるんですけど、まあちょっと今回のね盆栽フェスとはちょっと違う話なんですけど、まあ、珍しいことをしてるっていう点で、まあ、よかったらお時間お付き合いいただけたらなと。でちなみになんですが、その支援者の支援者の方、下側が1万円以上の支援者の方で、ちょっと金色の板もあるんですが、ゴールドランクですね。で上が3万円以上の支援していただいてる、まあ、ブラックランクの方、実際やっぱブラックランクの方来られてる方がほとんどですね。なるほど。実際に来て、まあ、どっちかっていうと木もそうですけど北谷さんの支援っていうそういう感じでもしてくれてると思います、ね。はい、ありがたいことに、こんなのもやってますよという、紹介でした。はい、またよかったらね僕のチャンネルの方からでも支援の方お願いいたします。それは盆栽の里フェスタはこの辺りのね小ぶりな持って軽い感じの、一人で持っても全然余裕みたいなこの辺のサイズのをね並べようと思ってます。ちょっといいやつですよね。そうなんです。お手頃なサイズではあるんですけど、価格はちょっとお手頃ではない方が多いので、まあまあしそうな。こんないいのもありますよって、まあ、全部が全部あっちに持っていくかどうかわかんないんですけど、後ろのやつすごい。あ、そうそう、あれもね持ってくんですか、これも持ってこうかな。まあまあこれあ、これいいです。これいいです。これあれ、これも持ってきますか。これ持ってきましょうかね。でも結構いい値段しそう。そうなんです。これそうですね。結構というか相当しそうですよね。そうなんです。20万ぐらいは痛い。そんなもんでいいんですか。そうです。いや、もうちょっとでもね、だってわざわざ多分県外からとかね来られてて、お祭りでね、もうまるまるその値段きれいに出すよりか、ちょっとどうにかね、もうちょっと下げては出すべきかなとも思ってみたり、はい。この YouTube を見たといえば、本当ですね。そうや。あ、いいんだ。会場で僕見つけて、まあ買われる方、ごめんなさい、買われる方見つけて YouTube 見てますよって言っていただいたら、買うとなったらじゃあ僕のさじ加減ですけど、値段はじゃあもう下げます。いけるとこまでちょっと頑張ります。なるほど。はい。じゃあぜひ北谷さん見つけて。ただそれが適用できるのがうちの商品なんで、なんかちょっと見分け方なんですか、何番とか。あ、僕はね10番の札がついてたら僕です。なるほど。はいはい。10番の札を見つけて、そう。それ持って北谷さんのところに行けば。はい。大体2箇所ぐらい置いてるんで、奥の方とね雑木の棚のちょっと隣り合わせ、背中合わせみたいな、まあ、こういうおしゃれな。これ赤松綺麗ですね。鉢も木も全部自分で作ってくれてるのかな。愛媛県のこれ有名な光工房さん、光、はい、伊藤さんが作った鉢、はい、その方が作ったのが結構綺麗ですね。この辺もそうです。これも持ってこうかな、こういうのとかね。ああ、いいじゃないですか。値上がりも可愛い。これは黒だ、これは黒、黒、これは赤だ。それいいな。うん。これ全然僕手は入れ、まあ目切りはしましたけど、このぐにゃぐにゃ加減がね、うん、うまいんですよね。なんかいい感じにおしゃれにね。うん。これもね、これも赤かな。どっちだろう。こっちでもいいですかね。うん、こういうのとか小ぶりなあたりを持っていこうかな。意外とさっきの高額商品は家に置いとくかもしれないです。もしかしたら。去年そうそう、ああいうまあいい木を持って行ってちょっと高額なやつ持って行ってほぼ売れなかったんで家置いとこうかな。1万円前後とかね。そうですね。もうそれぐらいが高くて3万円ぐらいのイメージですよね。それぐらいの方がね。もうちょっと高いやつは園に来てくださいっていう。そう、園に待機中。多分うちの父親がねちゃんと留守番してくれてると思うんで、もしこの値段交渉でも僕が父親と電話すれば分かることなんで、まあその辺をね。お父さんに龍一さんに電話してくれませんかって言うんだ。値段はなるべくつけときますんで、ちゃんと値段ついてないとかね、値下げ交渉したいって方はうちの父親に言ってね、電話を僕につないでくれたらどうにかなるかもしれない。わかりました。はい。まあまあ難易度高いですね。そうちょっとまあまあこういうね種から。これもおなじみの、そうそう、これがね太らそうです。全然知らない人はこれどう使うんですかってよく聞かれるんですけど、そうですね、これ切りますよ。これ随所ですから。これ随所、針金かけるにまあ僕が手が遅いもんだから僕が針金かけたんですけど、大変だなこれ、うん、かなり日数かけましたね。手が遅いなと自分で思いながら、はい、しこやくしながら。枝が多いですね。どっから仕入れたんですか。これどこだったかな。木梨植木盆栽センターのセリーチに出してくれてて、あれは山陽盆栽さんだったかな。ああ、じゃあ間違いないですよね。そうそう。でその時はちょっとふわーっとね全体に上がってたんですけど。錦松と。うん、錦松。これはかっこいいですね。迫力あって。これもともと綾田さんの。錦を流行らせなきゃいけない使命がありますので。あっちの畑の中に錦多分200本ぐらい入ってる。200本。そうそうそう。でかいですよね。でかい。鉢なんかこんな鉢になっちゃう。なかなか商品でちょっと作ってほしいですね。買ってくださいとはそう気軽に言えない。この辺のちょっとね心拍とこれ僕あんま心拍とかちょっと専門外なんですけど、こんな小白というこういう手頃。まあ、あんま状態は良くないですけどね、もう高齢になられた愛好家さんが引き取ってほしいっていうんで、この辺引き取らさせていただいて、あんまり得意じゃないんでちょっと安くして、あ、オークション出そうかな。あ、いいですね。オークション出そうかな。オークションに出す木を教えてくれたら当日それ狙って。あ、そっか、これオークション出します。これ結構面白いです。なんかこれ2本がねこうなんだろう、そうなんですか、こうグニャグニャってなってグニャってなって。ここでこう噛んじゃってるんだ。今変わってます。僕が忘れてなければこれをオークションに出します。はい、これはどうなの。これはどうなんだ。杉葉多めの心拍。これも出しましょうか。これでもちょっと品がある。まあこの辺ちょっと出してみましょう。オークションでも出します。そこはうちの父親が剪定した後ですね。奥のボサボサからしたら結構すっきりかな。それ剪定したのいつ頃ですか。もう1週間ぐらい前かな。1週間ぐらい前。最近剪定するんですか。時期はね、ベストな時期でいうと5月6月です。でもその頃にできなかったらもうあとはその時期に合わせた切り方。目切りじゃないじゃないですか。設定ですよ。いやいや、目切りの場所もある。長すぎて中にいなくて、で長すぎるからもう仕方なくもう切って適当なところで切って中に目をふかすとかね、うん、そういう、ほんで最悪長すぎてあんま使えないとなったら、まあ、枯れてもいいやみたいな切り方もしてみたり、その枝だけね、状況に応じてね、結構だからそういう判断は難しいのは難しいんです。もう詳しくは盆栽からしたらもったいないを見ればお願いします。一番再生回数の多いのが畑の剪定なんで。あ、そうなんですか。はい、今の時期、今10月の初旬なんですけど、結構今ぐらいの時期がね、まあ、こういう畑なかなか皆さん持ってないと思うんですけど、もしこう地面に植わってる木を盆栽にしたいって思う方がおられたら、今ぐらいにこう根回し、スコップとかノコギリとかハサミとか使って根回ししてもう一回踏み固めないかんですけど、はい、でそういう作業してから次、まあ、黒松だったら4月の後半ぐらい、小山松だったらまあ5月ゴールデンウィーク明けとか、ゴールデンウィークでもいいけど、そのぐらいに上げると。根回しって何ですか？根回しっていうのは、その今地面に割ってる木は根がビューとね、それぞれ長く伸びてるんですけど、うん、それをこう切るんですね、はい、全部切ったら、切られたらその中のね、まあ、根のさらに根元の方から細かい根が出たりとか、うん、切られた切り口からも細かい根が出たりとかして、うん、根の数が増えるんですね。だったら次植え替えというかね、移植する時に枯れにくくなる。なるほど、はい、だから逆を言えば根が少ないと枯れやすいんです。移植に弱い、植え替えに弱い。根が多いと植え替えに強い。ということは、その盆栽なんか言ったら結構ね、根が細かくいっぱい出るんで、盆栽の植え替えなんかだと、それから考えるとかなり成功率が高いものとなると。実際やってみましょうか。お願いします。結構今日はあったかいし暑いです。暑いけど、じゃあちょっとスコープを持ってきて。嫌そうなんですけど。かっこいい。じゃあ今からね、この五葉松、まあ、この五葉松銀八つ房五葉松っていう、下が黒松、上が五葉松なんですけど、かなりねこの子は五葉松でも植え替えに強い方、うん、それでもね黒松に比べたらだいぶデリケートなんですね。なるほど。だから黒松なんかは案外ね、これ根回ししないでもいきなり掘っていける場合あるんですけど、この子はねちょっとやっぱね、なんかしとかないと結構枯れます。はい、これ先言っとくと、これ一応ねスコープでつくんですけど、こうね、はい、太い根があったら本当はそこを掘り出してノコギリで切らないといけないんですけど、今日はもうこう軽装なんでスコップだけで一応勝負して、太いのがいたらまあまあという。これでそうか、太すぎて切れないんですか、はい、そのスコップだと。そうです。多分僕の力でこのスコップで僕の親指ぐらいは切れるんじゃないかなと思います。もっと太いのがあるんだ。はい、これ以上はもうカツンって当たってね、カツンって当たった瞬間もういやーみたいな感じになるんですけど、はい、スコープもね、はい、特殊な形で。そうそうそう、これがよく切れるんですよ。普通もっとこう、ね、丸くて先が尖ってる感じ、はい、あれがね根がこうスルッと滑るんですよね。これだとこの平らなところでトンとね切れるんで、結構僕はこれ好きですね。金象印の植木ショベル、根切りしやすいって書いてある。なるほど、はい、ちょっと、はい、はい、早速やってみようと思います。よいしょ。あ、ありました。幹が近い、いや遠いの。なんで？石かな。石か。あ、石だ。もう本当はね、これもうちょっと小ぶりな子だったらスコップだけでいって、最後にスコップ刺してポコンってやったらちょっと一瞬浮くんですけど、ちょっとまあでかい選んじゃってるんで、まあ、これもね完全全部切るのもがまあベストはベストなんですけど、ある程度切ったらそれで根の数は増えるんで。結構遠いところまであるんですね、根が。そうですね、やっぱ何年かほっとくとだいぶ。あ、今切れた。多分人差し指ぐらいの。今日はまあなんか地面が硬いな。雨があんまり降ってない分、今ね僕の方ではねブツブツ切れてるのは分かってるんですよ。はい、時期はいつでしたっけ？今ぐらい10月ぐらいから、まあ、年明けぐらいまで OK ですけど、まあなるべくあんま暑い時期だとね、切った後水がね結構いるかもしれないんで、なるほど、まあちょっとその地域にもよりますけど、まあ、今でも安全は安全なんですけど、なんか11月ぐらいとか一番良さそうな気もしますね。今までのうちの成功率考えると。それで春にあげるんですか？そう、春でもね、みんな3月やりたがるんですけど、こっちの地域でも3月やる人多いんですけど、3月案外うちの経験上では結構確率が悪いんで、おすすめはゴールデンウィーク以降。ゴールデンウィーク以降ならもう大丈夫です。で、6月初旬ぐらいまでいけそうだなという気はします。5月末まではうちで実験済みなんで、5月が最初からいいとか誰かに聞いたとかじゃなくて、5月にどうしてもその五葉松をのけないといけないことが事例が起きて、で、まあ、枯れるかもしれんけどもう仕方ないなと、のけな仕方ないっていうんで、道路が作ってんだね。で5月28日にその時のけて、バットみたいな太いね1本しかないのにそれが枯れなかったんですよ。なるほど、根回しも何もしてないの、はい、はい、これは5月が相当いいんじゃないかというんで、その後もいろいろ試してみて、やっぱりその5月しっかり入ってからぐらいの時はもうほぼそれあとよっぽど調子の悪い木以外は枯れてないです。なるほど、だいぶ試したんですよ、何百本とやって、全然枯れない。で3月はよく枯れる。で9月がいいっていう人もいるけど、9月はもっと枯れる。でも9月がいいっていう人結構いるんです。なるほど、僕はもうどこがいいというふうに言いますけど、一応経験談でね。そうですね。うん、まあこういうのは大体地域とかね、うん、その人のやり方によってもだいぶ変わるから何とも言えないですけど。そうなんです。だって僕が5月でね、何百本も9割5分以上ぐらいの確率で成功してるのに、うん、そんな時期は良くないっていう人いるんですよ。不思議なもんですよね。不思議なもんですね。何百本で 95% 以上ついてるのにダメだって言うんですよ。かなりの先輩の方ですよね。その人の理論があるんでしょうね。そうそうそう。ね、で今一通りしたんですけども、とてもねそこまではこのスコップで届いてないんで、はい、多分これ本当はねもっとこうさらにこう横、もうしんどいんで全部はしないですけど、こうやって深く掘ってね。根を探してるんですか？ほらこういうとこ切れてる、これね。あ、本当だ。これね切れてる。スコープで切れてる。こうやってこれ全部してね。でさらにこの掘ったとこからさらにこうやってね。それをしっかりやってったら、今外の浅いとこだけ掘れてるのがちょっとずつお椀のような感じに掘られて、うん、で最後ある程度掘ってもう根がね、まあ、仮に直根とか、まあ底根が折ったとしても 1、2 本だったらこうグラグラします、うんうん、でもそれぐらいグラグラしたらもうほとんど根が切れてるってことだから、まあ全部切れてなくてもとりあえず OK ぐらいで土を戻すんですか？そうそう、それでこうやって隙間はあんま良くないのでこうやってねちゃんと埋めて。空間が出ないように踏んであげて、そうっていうのをこれだけの数やるんですか？そう、できたらねこれ全部ね5年に1回ぐらいのペースでやりたいんです。でも今これ完全に終わってないのにちょっとしかしてないのに、もう僕はもう今休憩したいです。もうちょっと涼しくなってからやる方がいいですね。そう、だからそうですね、自分の体力的にこれも暑い作業なんで、どうせ年明けぐらいまでかまんのだから寒いっていうぐらいの時期にした方がいいかもしれないです、ね。なるほど。すいません、ありがとうございます。まあこういうのを、まあうちの畑これだけじゃないですけど、いざ売ろうと思うとこういう作業をしてるということでね。なるほど。結構大変な思いをしてやってるっていうのを分かっていただけたらありがたいです。はい。伝わったと思います。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、よくこうやって畑の木これいいな、これ欲しい。はいはい。って言われたら。これを出すのはだから根回しして翌年とかにこう、そうですね、そうあげるってこと、うん、だから10月から1月の間でこれが欲しいと言われたら、まあ、すぐ根回しして、まあ五葉松だったら5月ぐらいに鉢上げときますんで、それ以降取りに来てくださいとか。なるほど。まあ土から土へ行くんだったらその10月から1月ぐらいの間に、まあ綺麗なその根巻きっていうね、はい、手巻きの状態、麻布で巻いてね、はい、そういう状態にして、まあ、持って帰っていただくとかそういうのもできます、ね、だから盆栽だと結構大きすぎるのもあるんでね、うん、そういうのは根巻きにして庭にポンと植えるっていうのもありかもしれない。はい、高松盆栽の里フェス2023年ね10月28、29と日と、まあ、宣伝もさせていただいて本当盆栽 Q さんありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます、まあ、うちはもう変わり映えなくねほぼ全て松ですけどもね、まあ、ちょこちょこ新しいのも入ってますんで、まあ、盆栽の里でもう一つやなと思ったらうちの方のね園にも見に来ていただけたらありがたいです。皆さん駐車場はねちょっと離れて大変なとこありますけどシャトルバスとか出てますんでよろしかったらねお越しくださいませ。僕も28、29と1日中おりますんで、はい、どうも盆栽 Q さんも土曜日は丸1日29日は何時までか分かんないですけど、うん、ねおられるということなんでもし見かけたら声かけていただけるとありがたいです。そうですね、なんか持ってきます。はい。なんか持ってきます。だそうです。お楽しみ。ステッカーぐらいのがあるんで。ああ、いいですね。はい、いいですね。ぜひね。ということで、さよなら。さよなら。